ビクトル・ハルトマンビクトル・アレクサンドロビチ・ハルトマンは、サンクトペテルブルク出身のロシアの建築家、画家である。なお、ハルトマンという日本語表記は、ラテン文字転写をドイツ語風に読み下したものである。キリル文字の綴りをロシア語に従って読み下せば、ガルトマンとなる。日本では、そのためその二つで、表記の揺れが見受けられる。ビクトル・ハルトマンをさなくして孤児になり、 サンクトペテルブルクの有名な建築家であったおじに引き取られた。ペテルブルク美術アカデミーに学び、当初は挿絵画家として活動した。ノブゴロドのロシア海気千周年の記念碑をデザインしており、これは1862年に除幕式が行われている。1864年から1868年まで外国に旅して水彩画や鉛筆画を残した。 ハルトマンは伝統的なロシアのモチーフを自作に取り入れた最初の美術家の一人である。スターソフによってバラキレフのサークルに紹介されてから1870年よりムソルグスキーの親友となる。1873年39歳で動脈瘤により溶接した後、1874年の2月から3月まで約400点の遺作が 母校ペテルブルク美術アカデミーに展示された。ムソルグスキーはこれに触発されて、ピアノのための組曲、展覧会の絵を作曲した。現在、この展示のほとんどの作品が散逸している。1991年、NHK とダンイクマによりムソルグスキーの楽曲をハルトマンの絵に同定させる試みがなされたが、学術的に精密な手続きが取られたとはいい。 がたいという批判もあり、議論の余地がある。なお、この番組に基づいたと思われるストーリーが、細野藤彦の漫画、ギャラリーフェイクに収録されている。段育磨、NHK 取材班、追跡、ムソルグスキー、展覧会の絵日本放送出版協会、1992年7月、ISBN4 から14から080062から、3。ありがとうございます。